国指定史跡苗木城跡にやってきました。それでは行ってみましょう。ここはね、岐阜のラピュタとも呼ばれてるみたいですね。絶景ビューポイントがある。あ、これすげえな。ちなみに山城ベストランキング1位に入ってますね。あ、これか。大屋倉跡。タグラモンガト、
したものとか。戦国井戸これか。グラート具足グラートここがね、地権ってどれぐらい高いの。うわどうなってんのこれ、切り立ってんのこれ、崖になってんの。天守天保台へ、まあ、こんなに高いと敵が来たらもうすぐ分かりますね。ほんまに玄関跡。
ちこる太陽も。日が差してないからいいね。ちょうどいい感じ。今夕方だけど。ここなんだろう。人顔を天然ふりとした、まあ、こちら側からも上り下りができると。で、前建物建ったんだろうね、ここに。かつてのって書いてあったから、かつての見たかったな。マーライは穴が開いてるね、実際。ここから登ったから、まあ一周してきたね。グラとか この下にも行けるのか。
その大屋倉にまだ行ってないから登ってみましょう。これ見たらいいね。さっきはこの上の道行ったんで、下の道行ってみます。ここはここですごいな。いいな、ここはここで。この下のこの石垣の感じが、石垣からこう上がっていく感じがいいね。石垣もなんか高さが違うんだよ。取れたんかな。的場所跡か、的場跡か。君の稽古場。ちょうどいい広さじゃないですか。稽古する。
ここに的があったんかな。待て、はい、これで見たかな、全部。ここまで行った。ちょっと木で見えないけど。